マネさん、イチローの仲間たちで楽しいスパ旅行に出発なんだこれ。サイコロ沖縄旅行とは、行った先々の観光地でサイコロを振り、その出た目によって誰かが観光地を楽しめないというものなのだ。でかっ、うわー、これ行きたかった。でかっ、はい、うわ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 、はい、これはいったよもぎですね。薬味としてお使いください。薬味で、はい、骨入れです。すごいですね、これマジで。めっちゃうまそう。3種類の肉。何この3種類。これがなんかよもぎで調味料ってすごくないですか。聞いたことないよね。どうやって使うのかわからんし、これで700円は安すぎる。安い、うん、まずそばでしょ。うわ、うわ、この匂いすごいわ。いや、食えねえとかあんのかよ、沖縄来て。いや、ね、一食も食べれないってありますから、はい、これね、揚げてみた感じ、結構麺が固めです、ね、なるほど。これは ね、コシがあって絶対いいわ。じゃあ、いただいてみたいと思います。うまっ。いや、うまいでしょ。絶対うまいですよ。当たり前でしょ、うまい。絶対うまいっすね。コシはどうなんですか。固めなんですか。いや、これ持った感じすげえ硬いのかなと思ったけども、はい、簡単にプチ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 切れるね。プチ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 切れる。弾けるよ、ね。弾ける。弾けはしないけど。はい、沖縄のおじいおばあも食べやすい柔らかさとか言われてラーメンともそばともうどんとも違うものですね。なるほど、確かに確かに、ね、本当ここでしか食べれないやつでしょ、沖縄に来ないと。そういうことでしょ、うん、だってこの具とかもね。そうだよ。酒井さん、食べてないコメントいいっすね。やっぱこのあっさりに対してのこの肉ですよね。そう、これがもうガツンとくるからな。音速くうわトロ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 でしょうね。そしてね、食べなきゃ分かんなかったけどね、生姜の味がしてね、あ、ちょっと香りでずっと匂ってるんですよ。臭みを取る生姜の匂いが本当に。うわ、こぼれ落ちた。柔らかい。これはもうすごいわ、もう暴れてるわ。横浜連合勝負、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 口の中で肉たちが俺は味わえっつって、そんな主張が強い。主張強い。それを食うタイミングと同時に僕一回水飲んでいいですか。口に入れてるような感覚ね、はい、肉と水、はい、お願いします。夢の共演。お、この今の状態だったらどっちが食べてるか分かんないですよ。肉汁がすごい。いや、水だよそれ。沖縄の水だよ。肉汁が溢れる。沖縄の水だよ。ただすごいな。朝ね、こいつやっぱ食えなさすぎて、なんかの能力生み出すって言ってたけども、食ってないのに食ってる能力を生み出したな。うわ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 、いったいった。いや、耐えれねえよ、もうその顔に。骨しゃぶってるおじさんの顔。ずっと味出るわ。あ、でもそうなんだろうな。ほんあー、だよ、もったいないな。持って帰りたいな。酒井さん、気づきました？めっちゃ長いんですよ。そうだよね。そうね。すごいよね。食べ終わるまで見せられるんですよ、これ、はい、食べ終わるまでずっとですよ。ずっとっすよ。マジで、はい、これ、3回目ぐらいまでめっちゃ辛いですけど、4回目からもっと長く食ってくれって思って。この領域に入る気持ちが分かんねえよ、俺。本当に。あ、これ止まんないんだ、カメラ。ああ、そうなんですよ。止めないの、なぜか。こんな使わないで。いや、そうですよ、絶対こんな使わないですまだ肉あるんすか。本当に肉ある。もうね、
ら、飛んでるかな。多分もう、どんぶりの底に魔法陣あって、はい、どんどん肉消化してきてるよ。マジで肉を消化してくれよ。沖縄すげえな。でも減らんわ。スペシャルすごいわ。これはじゃあ視聴者プレゼント誰が欲しいんだよお前のお豆がしがいた骨しっかりとチルドでねちゃんと置くそうですね鮮度を保ったままとりあえずうまかったですね。いやうまそうでした、本当にほんまにこれ食いたかったうまかったじゃないよ食ってないからね、2人うまそうでした行きましょう、次じゃあ行きましょう、はい、さあ、スーマヌメさん終わりましたごちそうさまでした。いや美味しかったですね。美味しかったですか。めっちゃ食いたいっすよ。そうでしょ。水最高でした。水しか飲んでない。一人だけもう企画ずれちゃってる。なんか違う能力手にしちゃってるんですよ。いやめっちゃうまそうでした本当に。いやマジでうまいよ。本当に。舌打ちしちゃったよ思わず今。マジで。舌打ちしちゃったよ俺。マジでうまいっすよ。俺ただ普通にそばだけ食べると思ってたけども、はい、やっぱあのスペシャルすごいな、ね、いや味はたまんないっすな。次の場所にじゃあ向かっていきましょう。しょさあ続いていく場所はお願いします。フォレストアドベンチャーイオンのアドベンチャ ー, 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 ーいいね。次行くところは楽しそうな、まあ、ついてからのお楽しみにしましょう。はい、想像力を働かせていただいて。いただきます。よっしゃー、はい、いいね、淡路。どういうこといただき、いいね、ミスター高速出たね。淡路ドライバーハイウェイ、あー、いいよと沖縄イエーイ出たよ、ミスター高速。ミスター高速なんで来た来た来た、テンション戻ってきた、みんなのよかった。最高お豆、最高お豆、最高。万全な状態の時もいいレポートしてないからね辛い目張ってくれないとね、やばいんだよもうこの旅。この旅なんとこね、地獄だよねやっぱり。いや寝れねえのか。この話したら二人ともやっぱ黙っちゃうんですよね。時間ちょっとあるんで寝れない黙っちゃうすぐ暗くなるからしゃない元気なくなっちゃった。落ち着きお豆になっちゃったな。落ち着きお豆どういうことだよ。うまいこと言うな。うまいこと言うなじゃねえよ。そのコンビ愛何なんだよ。いやーやっぱりうまいな。終わる。うまいな。そうなんですよ。うまくておいしい。うまおいしい。いや下手おいしいだよ。出た出た出た。下手おいしいのがいいんだよ芸人は。下手おいしいって言葉があるかのように言ってますけど。でも一番ね下手おいしい知ってんのは淡路くんだよね。えスイカの下手食いやがったから。ああ下手のうまさは下手を使ってうまいこと言ってる。おお、うまいこと、うまくて美味しい、うまおいしい。イオンもでかいな沖縄。おでかいっすねマジで。でかー、でかい。何あれ、イオンじゃないやろあれ。国じゃん。そうですね、城でしたね。すごいなあれ。何あれ、変形してロボなるわ。あれなるか。セカンドシーズンやりたいですね。セカンドシーズンいいね。そうそうそう。そうだ、俺一個考えてたんだ。あ、何ですか？勝手にね、もう番組名つけちゃったら続くんじゃねえか。なるほど。なるほど。最低な考え方して。いやでも、ここは鋭い考えると思う。いや、本当に。だ、番組名欲しいんだよね。いや、毎回サイコロか分かんないからな。あ、そうね。ダーツもあるかもしれない。あ、体ダーツとかあるかもしれないから。体に行き先を描いて、それでダーツと刺すみたいな。そんなんもあるかもしれないからね。何でも思いつきますね、嫌なこと。人が嫌がることを考えさせた天才だよ。天才じゃねえよ。天才じゃねえよ。人が嫌がるため。誰が見たいの。本当だよ、誰が見てるの。でもシンプルにそれがコンセプトなのかもしれないんで。わかんないから、この先も。この先も毎回嫌がることが起きるのかどうかもわかんないから、なんとも言えない。本当にただただ楽しい旅があるかもしれないけどね。絶対させてくれるわけないよ。でも、そんななさそうだって、なんで大津は思うの。いや、もうだって、あの、大雨さん、よくほんと口癖のように言ってるんですけど、おめえらみてえな、普通にやっても面白くねえ芸人、辛い思いしないで、なんで面白えんだよって。本当口すっぱいですよ。何回も聞いた、はい、人が嫌がること言わしたら天才だな。俺
売れてない芸人辛い思いするしかないんだって。旅できてるだけいいじゃねえかよ。これ言われたらもう何も売れてないんで。やっぱ日本、うん、全国、まあこの先日本で収まるかわからないですけど、うん、日本完全制覇の旅沖縄編とかにしたら沖縄以外もあるんじゃないかみたいな思わせができるんじゃないですか。なるほどね、はい、まあ、47都道府県完全とかでもいいですし、なんかでもな、らしさないよな。らしさがないか、うん、ちょっと次を狙いことだけが頭でっかちゃう、ね、誰でも素人の旅みたいな名前で。そっか、日本完全制覇の旅。そうですね。思ったんですけど、うん、やっぱ辛いこととか、うん、いいことが結構明確に分かれると思うんですよ、うん、そうだね。だからそのデッドアライブ、ダッサー。一つ、はい、めちゃくちゃダッサい感じの名前を追いつきました。あ、来た。でも合ってるかもしれないです、はい、ダッサい感じが、はい、お豆と仲間たちのデコボコ珍道中、ダッセ、ダッセ、誰が見んすかそのタイトル。デコボコ素人くせえ、ダッセの2つ入ってるデコボコ珍道中、珍道中腹立つわ。なんか自分たちで珍道中って言うんだ。デコボコ珍道中第一候補にしますか。そうでしょ。デコボコ珍道中他あればね、全然すぐ採用ですから。まあ、あえての確かにダサいっていう、確かにデコボコってのも意外といいかも。あの、しかもマークですよね、マーク記号ですよね。カタカナですよね。カタカナじゃなくて、あれ漢字か。感じなんだね。はい、無知出ちゃった。バカ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 もいいです。あ、いいですね。いいね。バカバカ、バカバカ、お豆と仲間、お豆とバカバカのデコボコチン。いや、それ付け足すのか。どうしてもそれにしてる。はい、本当いらないですよ。おお、あ、来ました、これ。あ、すごいすごいぞ、あの写真。フォレストアドベンチャー来ました。一応ここに看板あったんで、ここが受付だと思うんですよ、はい、じゃあそこで聞いてみましょう。車は、はい、はい、到着でーす。はい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 。何今の。いや、誰も乗ってこなかったけど。さあ、オレッサアドベンチャー到着です。よっしゃー。あーさあ、タワーさんみたいな気持ちになってますけど、これ見て、ね、タワーさんみたいなことを考えちゃいました。もちろんそうですよ。いいですね。皆さんやりたいですか。やりたい、やりたい決まってるでしょ、女の。みんなでやりましょう。みんなですよ。行きましょう、お決まりのサイコロタイム。よし、さあできました。よいしょ、見ていきましょう。こちらどうなってんの。まず1、オーツやらない。やらない、いきなり。うん、でもやらないがやっぱ1、うん、そして2、淡路やらない。やりたい、これは本当にやりたいんですよ僕。3、お豆やらない。はい、お豆さんは。4、酒井やらない。やらない、まあまあ、はい、5、6どうなの。え、そして5、6、うんうん、もう一回振る。おお、これ最初から欲しかった。いいね、このもう一回振るってやつ。でも誰か一人はできない。そうです、カメラを。絶対にそう、絶対誰か一人はできない。できないね、これはかかってるよ、ね、はい、よし、じゃあ坂行きましょう。よっしゃ、お願いします。こういうことですよ。5、6でじらしてじらしてよ、豆さんポン。よしよしよし、はい、楽しみたい、楽しみたい。さあ行きましょう。はい、行きます。さあ、はい、せーの、ぽい。はい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 、1! 何しに来てよ、何しに来てよ、とんでもねえ、何しに来てよ、とんでもねえ。これもうなんなん、とんでもねえ。やらせと思われるってこれ。マジで、もうやめよう、もうやめようよ、これちょっとすごいっすね、この流れ。マジでさ、やらせだと思われるよ、本当に。とんでもない。何しに来てんの、これ。マジで。ちょっと、ちょっとさ、ちょっともうお願いだわ。もう出て。仕方ないですね。というわけで、でも重要なお仕事がありますからね、やらない人は。ああ、そうなんですか。うん。下からカメラ撮るっていうのはありますから。あの、やらないし、重大だし。本当や。いいや、撮ってくださいね。行きましょう。よっしゃ、お願いします。よっしゃ。あ、
あ、コースもあるわ、いろいろと。すごいじゃん。あー、あるわ。こういう感じだ。アマゾンブリッジ。すごいな。絶対高いところだわ。そうですね。うん、ね、苦手なんですか。ダメだな。すごい情報があるんですけど、はい、一応絵見てもらったら多分分かると思うけど、多分下歩く人ここら辺ぐらいしか歩けないです。え、なるほど。最後までずっとついてこれないです。山の傾斜がすごすぎたりするから歩いてこれないってことですかね。待機が長いと。はい。はい。お前の顔撮るの忘れてた、ごめんな。お前のリアクション撮らなきゃいけないんだった、ごめんな。今回の旅はリアクションする方を撮らないっていうのが多いですね。そうかな。失敗しちゃった、ごめんな。はい。はい、もう心細いな。いえ、サトウキビ。わあ、サトウキビ。あ、来た。あ、来た。おー、来ました、サトウキビの中から急に。さあ、俺スタートベンチャー来ました。はい、はい、行きましょう、行きましょう。おい、どうした、おい、何してんだよ。おい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 、アブ注意、アブ注意ですよ、これ。もう噛まれるやつサイコロで決めましょうか。いやいや、これ本当に俺噛まれるっしょ。うわぁ、わわわわ、すごい、なんか奥にこれロッジ見えてきました。はい、肩を上げて、はい、いいなぁ。はい、さあ、いい。肉そう、はい、やりた、はい、やりたい。絶対楽しいなぁ、これなぁ。いや、間違いないっすよ、こんなの。はい、2人は、俺怖いだけだわ。自分の身の安全は自分で守るように、はい、ルールを守らないと大きな事故につながります。よろしいですか。はい、行きます。もう一緒だこいつ。超ヘッピリ腰じゃん。危ない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 。あ、ずれた、命だ、ずれた。テンパってる、もうもうテンパってんじゃん。こいつ、僕はもうね、手使わないでいきますよ。おお、いきます。おお、バセっちゃう。うフィールド速い。怖い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 。よし、下見てください、ちゃんと。いや、もう怖くて見れない。これを書いてます。いやいや、マジですか、その。いや、マジです。師匠に一周だけって言われますよ。おお、ダメだ。やべえ、これ怖い。いや、そんな怖いや。そんなでした。怖い。いや、余裕あるな。余裕あるじゃねえか。やばい、ダメだ、すげえ触れてきた。手ぶれがすごいですよ。やばいよ。やばい、ちょっと、やばい。あ、怖い。そんなにならないよ。もう無理、撮影無理。撮影無理だ。怖い。え、そんなに？いやいや、ここでそれだとやばいっすよ。あー、怖い。撮影無理だ、俺。とりあえず、いけそうだけど、撮影無理だわ。いや、違います。いや、もう、ビクビクだね。いや、ビビりすぎでしょ。だーいだおーおー、怖い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 。すげー、すごいな。すげえ。おー、すげえ、いった。あー、すごい。あー、すげえ、あいつ。しまった、後ろ向いちゃったよ。
ジャングルジップトリック2。はい、セーフティーファースト、安全第一、はい、これを今から行きますね。屋根の上ですかこれ。さあ行きましょう。はい、行ってきます。あーやばいやばい、あーやばい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 、やっちゃった。カメラぎっちり握りすぎたらズーム押してた。何やってんだ。ごめんごめんごめん。いやどんな体勢だよ。おいはしゃいすぎだぞ。おい体勢危ないよ。わすごい。おぉ、きれいに決める、きれいに決める、ブレーク。おぉ、危ない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 危こういう使い方もあるんでやってみてください。くそ、うん、よいしょ。どうでした見てて。姿勢怪しいな。いやサーカスやってる。そうですよ、スムーズにスムーズに。いやいやいや、濡れてるおまんじゅうみたいな、無言でサイレント映画みたいな。撮れてないですよカメラ。距離なんですよね。頑張れ。おいわ、これ怖すぎだな。下がやばいもんね。めっちゃ高いっすよ。怖い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 。うわうわうわ。せーい。うわー。すごいすごい。あー、バカ。あー。いや、すごい。あー。え、楽しいよ。何が楽しいの君は。この木のクズで遊ぶやつです。どういうこと。木のクズ、この木のクズを木に投げるのが楽しい。おー、やったかー、景色最高、最高、 OK。 イエー、痛い痛い痛い、汚れても全然気にならない。それぐらい楽しいぜ。景色最高なんだよな。めっちゃあそこいいわ。はい。いや、マジ景色がすごくいいね。すげえいいじゃん、あの景色。ね、マジで。あそこのホテルとか泊まれたら最高じゃないですか。いや、最高だね。うわぁ。これ最高だよ、マジで、景色。うわぁ、撮ってねえのかよ。え、撮ってねえのかよ。あ、やってた。やってたよ、もう。あ、ごめんなさい。面白い感じで着手したんだよ、今。すいません。皆さん、動画楽しんでますか？行ってきます！ふぅー！あ、そこら辺で足踏み外して金玉打ったらいいのにな。金玉打たないっすよ、ほんと。
金玉わざとわざと絶対やらないでください。はい、痛いでしょ。思ったより痛い。痛いんだよ。いきたいと思います。はい、行こう行こう。賞金もんだなこいつ。こういうね、賞金ものだなこいつ。いただきましょう。いただきましょう。乾杯。いただきます。お疲れ様です。うわ、うまっ。うめぇ、冷えてる。最高だな、これ。うん、緊急動いたと思います。最高。よみがえるってこういうことですね。いや助かる。これは美味しい。もう正直これフリーなのありがたいな。そうですね。もう1万でも出すわ、ね、これは。うん、ここでのドリンクサービスすごい。うん、このプロの芸人さんで、はい、このあれが違うやつでみんな遊びに来てる。そうなんですよ。男だけ？男だけです、もちろん。はい。いや、女欲しいっすよ。もう、はい、もうなんで芸人さんいっぱいいるじゃないですか。いやいや、いないっすよ、本当にもう。モテなそうでしょ、あのヒゲの人。モテなそうでしょ、あのヒゲの人。うん、モテない。はい、また今からここで、はい、ちょっとしたバンジーみたいな。いつですか？ここ。これですか？はい。これバンジーなんですか、これ？まあ、要は、段似たようなやつ。そーれ！あー！おー、いった！おー！おー！おー！オッケー！オッケー！僕なんすか？こんな高いんだ。あー、高いんだ、こんなに。本当に。え？泣いてんの？これちょっとね、うん、分かるんですよ。こんな絵見たくないっていうの。でもその説明できないんですけど、飛び降りないといけないんですよ、これ、うん、長さが、うん、これ座っていこうと思っても、うん、届かないんですよ、お尻が下に。ちょっと飛び降りる感覚だよ。ラッシュももうちょっとやばいかな。はい、もう仕方ないでも行きましょう。はい、行きましょう。ちょっと頑張って押して、押すかい。はい、ほんと、ほんとダメですよ。押すかい。これ逃げようと思っても、ちょっと、ほんと押すのだけは勘弁してください。ほんとに、ほんとに、え、ほんとにやめてください、これほんとに。あー、怖い怖い怖い、無理や。ほんまに無理やってこれ、怖い。賞金もんだな、こいつ。あー、怖い怖い怖い、無理や。本当ごめんなさい、はい、本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。本当に、いや、ちょっと行くんですけど本当にごめんなさい。じゃあ俺先行くか。俺先行ってあっちで待つで撮るか。いや本当にあ、俺落ちたんだと思うよ。ちょっとマジで。行こう。ちょっと本当気合入れて。よしよし、大声出してこう、大声。いける。よし、お願い、お願いやから行こう。お願いやから行こう。いける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 もう嫌やって。いや何歳だこのこの子、子供だろこれ。ちょっと泣いてる。ああもう怖い。泣いてるよ。もう嫌や。いや絶対に出てくるか。あんなに楽しんでるのね。賞金もんだなこいつ。ああもうほんま怖かった。何こいつ、毎回これぐらい怖がってくれや。いや違う、それが本当にジャンプしなきゃダメなんですよ。はい、泣いてる。立ってからだって、立ってから、立ってからだって。おいおい、泣いてる泣いてる。座ってできるようにした方がいいっすね。おい、悪口言うな、悪口言うなこいつ。はい、あかね、うん、はい、すいませんでした。これ
体力めっちゃいるんだよ。このちょっとこの種目。やばいやばいやばい。筋肉を鍛えるいいトレーニングになると思います。めっちゃトレーニングになる。そっか、インストラクターやってるからな。そうですね。うん、ということで、内ももを鍛えるんで。皆さんもぜひ。ああ怖い怖い怖い、無理や。ほんまに無理やってこれ、怖い。すごい。開くな。うわこれ握力。最悪だ。それ最悪。やってもらってやってもらって最悪。それも最悪だ。抜けない抜けない。景色の方も最高っすね。めちゃくちゃいい。すげえなこれ。沖縄最高。行ってきます。はい、行きましょう。ラスト。はい。淡路くんから見て、はい、ちょっと酒井がただただちょっと楽しんでるだけで、はい、全然面白くないですよね。ちょっとね、全部あの手挙げてヤッホーしかやってないんですよ。すごい。お兄さんだから言いたくないんですけど、滑ってますね。はい、変わり映えがないですよね。そうだね、ちょっと残念ですね、はい、よっしゃー、イエーイ、最高、わー、よいしょー、痛っ、やったー、痛っここ登ってって、はい、ここズルズルズルっていった、痛っ、初めてズルズルズルっていった、ハゲてねえか、ちょっと待って、え、ハゲてない、あ、ここがもともとのハゲが。いや、もともとハゲてんだよ。ただ無言で滑るんじゃないよ。怖いんだろ。はい、来たぁ。激しいな。怖いんだろ。顔がもう変わったもんな。最初のやつだもん。人殺しそうだもんな。いや、なんだよその武器。絶対に振り回さないでくださいよ。いやー、やべやべ、振ってるわこいつ。いやでも結局楽しかったですね。いや結局ね、なんか、うん、いろんなストレスが発散できました。ここに来てこれやらないのはないわ、絶対で、あ、もう迎えのバスが来てくれてる。あ、最高じゃないか、はい、来てくれてるというか待ってたんだ。待たせましたか。待たせてました、うん、ちょっとね、すいません、楽しみすぎた感がありますよね、はい、僕の待ち時間が長すぎました、はいはい、じゃあよかった、乗りましょうか、これスタードベンチャーさんのね、ありがとうございます、はい、すいません、はい、ただいまー、至極のようなやついた。はい、あ、すいません、あ、はい、なんすか、ちょっと話もらっていいですか。はい、いやいやいや、なんでなんで、閉めんな閉めんな、おいなんで、おい何してるんですか、見てこの景色、あ、夕日がいい感じで最高な景色ですよ、はい、気持ちいいです、どうですか、楽しいわけないっしょ。あ、すいません、どうもクソもあるか、すいませんでした、すいませんでした、乗りましょうか。